バラン、こんにちは。ヌーボープログレッソアデランテが始まりました。見てきましたが、とにかく最高に素敵なショーでした。ドンキーとダルちゃんが踊ってるとか、全キャラクターが一斉に踊ったりとか、ロゴとフィナーレのダンサーさんが共演してるとか、語り出したらキリがないです。分かったから落ち着いて。失礼いたしました。だから今回はヌーボープログレッソアデランテの魅力をたくさん紹介していきます。それでは行きましょう。まず紹介するのは、パレード気分マックスになれちゃうショーです。通常のパレードと同様に、一部ですがフロートが登場し、キャラクターとダンサーさんが入場してきます。その後、各フロートの曲に合わせて素敵なダンスを披露してくれます。そしてもちろんラモスはバイラルもあります。いつものパレードとは違うけど、エスパーニャカーニバルの良さを思う存分楽しめるショーになっています。私もすごくテンションが上がっちゃいました。エスパーニャカーニバル最高ってなっちゃいましたね。それでは次の魅力を紹介します。最大の魅力はフロートの垣根を越えた共演です。通常のパレードでは、それぞれキャラクターとダンサーさんが5つのフロートに分かれて踊ったりしています。それがなんとフロートに関係なく踊ってくれます。エスパーニャカーニバルアデランテが始まって以来の快挙となります。もう最高ですね。今まででは絶対に見ることができなかったキャラクターやダンサーさんの珍しい光景が見れちゃいます。一つのステージで踊る形なので、パレードのように動かなくても全部見ることができます。まさにパレードのいいとこ取りですね。それでは次に行ってみましょう。最後の魅力紹介は、パレードの PV のような演出です。すべてのキャラクターが一斉に踊ってくれる演出があったり、すべてのキャラクターやダンサーさんが踊ってくれる演出もあり、まるでパレードのプロモーションビデオを見ている感覚になれちゃいます。もう鳥肌が立ちました。昔公式でラモスはバイラルのミュージッククリップが公開されたのですが、それを思い出しちゃいました。そうだよね、パレードでは絶対に見れない瞬間でしたね。いつもは今日はどこで見ようかなとか、ここで見ようみたいな感じでパレードを楽しんでいるけど、全てを独り占めしている、そんな感覚になっちゃいます。そんな感覚になりつつも、たくさんの人たちと素敵な時間を共有できる、そんなショーとなっております。最後となりますが、このショーに込められている思いを紹介します。まずはこちらをご覧ください。心に響く素晴らしい言葉です。辛い時だからこそ、みんなで笑顔で頑張りましょうってメッセージなのでしょう。今できることを最大限やってくれる、そんなスペイン村が私は大好きです。私たちゲストも含め、みんなで乗り越えていきましょう。いかがでしたでしょうか。ヌエボプログレッソアデランテの動画は概要欄に貼ってあります。気になった方はぜひ見てください。そしてぜひ現地で迫力あるショーを見てください。不展示は中止なので注意してくださいね。また、エスパーニャカーニバルが見たい方は、チャンネル内に過去の動画がありますので見てください。それではご視聴ありがとうございました。アディオス、アミーゴ。